長編の大声をという展開で、この上演中から14にかけてのまとまりぐらいが勝負かなというふうには思っていました。この辺りは難しいケースが、そうですね、この辺は言っていてかなりいろいろありそうなところで、まあ、実践も正しかったかどうかは分からなかったですが、あの一力棋聖は、はい、目いっぱい頑張った手を連発されてたということだったんですが、はい、それぐらいこうもう妥協されない手を選ばれてたということでしょうか。そうですね、まあ、白としては一応こう先に地を稼いでるので、まあ、こう生きれば勝ちという展開に、まあ、持ち込みたかったというのはあるんですけれども、まあ、ただ行って行ってこう難しかった攻め打ち方は、はい、島野名人、あのいかがでしたでしょうか。はい、はい、あそうですね、あまずは皆さんは最後までありがとうございました。まあ、そうですね、この子はやっぱり、まあ、白が稼いで、まあ、黒の模様という別れだったと思うんですけど、まあ、1日目の午前中じゃない、あの1日目の午後ですね、封じ手のあたりではもうはっきり白の方が余裕がありそうな忍び勝負になっていったと思うので、まあ、ここら辺までも形勢はちょっとよくわからないですけど、まあ、とにかく白が入ってきたあたりで、まあ、もうちょっと違う、まあ、どこでどうするかっていうのはわからないんですけど、まあ、何かしら違う打ち方をしないといけなかったかなというふうには思っています。敗退分かれへん、敗却分かれへん、はい、めっちゃ強そうじゃないですか。なんか師匠みたいな感じ。ちょっと後悔されたような手など、うん、それもちょっとはっきり分からないですけど、はい、まあ、一番、まあ、良くなかったなと思うのは、実際にここコスミツケからこう2本決まる形になったんですけど、はい、まあ、そのあたりがやっぱりはっきり問題でしたかね。なのであ、コスミつけられてしまったら、はい、という、はい、まあ、なので攻めて、はい、まあ、例えばこの曲げた手で、まあ、先に当てとく、あ、まあ、当てがいいかは全くわからないですけど、曲げを決めない方が、はい、まあ、コスミつけて、まあ、仮に、はい、まあ、抑えもあるんですけど、仮に実戦みたいに次だとして、まあ、跳ね伸び、まあ、仮にこうなったとしてもこう左辺は曲げじゃなくて竹筆で決めた方が厚い意味もあるので、ちょっと薄みが、はい、まあ、左辺の決め方はもうちょっと工夫する、まあ、工夫できたところかなとは思っていました。そうです、これだとちょっと、まあ、11に石があるので実戦より少し危ない格好だったかもしれないですね、はい、まあ、ただ薄いにせよ、まあ、おそらくこうお墨付きから伸びが決まってしまうと、まあ、ちょっと大変かなとは思うので、まあ、本来はもうちょっと他の打ち方をまあ1で選ぶべきかもしれないですけど、うん、まあ、とにかくそこら辺が、まあ、一つの問題だったかなとは思います。私力棋聖 の、はい、の一番こう印象にこう残ったような手はありますでしょうか。ああの 自分、はい、あの自分の手も相手の手ももしあれば、どちらでも構いません、ね、はい、なんか自分の手言うのもあるんですけど言ってください。この手がなんか打ちたかったとか、こう、あ、いや、まあ、この辺り言っていって難しかったんですけど、まあ、こういう手を指して覗いて、まあ、つけも正しかったかどうかわからないんですけど、一応、まあ、上辺に少し味付けて、まあ、ここに、まあ、実戦のように行くというのは、まあ、一応つけたから時からの構想ではありました。まあ、正しかったかどうかはちょっとわからないんですけど、9の10は逆中狙ってましたか。あ、これですか。これはです、まあ、ちょっと様子見というか、まあ、実戦のようなコスミツケから跳ねとかを狙ってますし、あと、まあ、飛びとか来ると、まあ、ちょっとそうですね、なんか少しこの1目も活力が出てきますし、なんか例えば2で小さく取りに来るようだと、なんか出とかこの辺の出とかと、あとまあ切って当たりとか、まあ、多少こう削れていくので、まあ取りに来たらこうこの辺り捨てて打って、で何かこう外側から取りに行ったら中で生きに行くという、まあ、ちょっと様子見のような手です。はい、あと質問などありますでしょうか。語以外のことでも大丈夫です。ちょっとこう、ね、難しいことね、はい、なかなか難しすぎてっていう、
ファン。1日目のお昼は、はい、めちゃくちゃ。あ、そうなんですよ。あの、一力さんの、あの、メニュー、あの、1日目、はい、お寿司の盛り合わせだけだったんですけど、はい、それプラス、あの、メニュー、お寿司の盛り合わせっていうね、メニューだったんですけど、はい、めっちゃ付属品が、めちゃくちゃありますよね。あの、はい、何でしたっけ、はい、天ぷらと、はい、あの、煮物と、はい、はい。ちょっとあの、メニューに握り寿司としか書いてなかったので、はい、まさか握り寿司にそんなにたくさん、あの、はい、ついてくると思わなかったんで、ね、あの、美味しくいただいたんですけど、ちょっと2日目は、まあ、少し1日目多かったので、あの、少なめにしてもらいました。で、なんかあの、本来なら残さない一力さんがケーキを残す、の、ああ、はい。珍しいなっていうので、皆さん、やっぱりそのお昼のメニューが。そうですね。はい、まあでも美味しくいただけますね、どれも。はい。トラマ、あの、千葉の名人、はい、1日目の、あの、昼食は、はい、ものすごいこう、ステーキのカレー、ね、あの、黒毛和牛のステーキカレー、カレーですね、はい、いかがでしたか？カレーは、はい、美味しかったですよ。こちらホテルのね、黒カレーの、はい、名物なんですね。こちらはそんなにすごい量だったとは思わなかったですけど、カレーちょっと辛くなかったですか？ちょっと辛いんで、蜂蜜を用意してくださったので、別に使わずにいただきましたね。ちょっと辛かったですけど、はい。あの、千葉の名人はね、こちら、あの、このホテルは、なんとか、何度か、まあ、少なくとも1回は来たことあるとは思ってるんですけど、はい、こちらでね、はい、あのタイトル戦戦って名人も取られましたしね、はい、さ、もうファンの方がね、3回来とるわねえ、あの、そう、はい、去年もあれで本坊戦も来て、いや、まあ確かに2回以上は来てそうな、はい、気持ちではあったんですけど、正確に覚えてなくて、もうね、今あの10月からは名人はあの10月はあの7個タイトル戦あるってこと、あの、棋聖、名人が6局だとしたら7個タイトル戦があって、あと棋聖トーナメントがあるんですけれども、スケジュール分かってられます？どこ行ってどこ行ってみたいなの今どこにいるんだ、はい、みたいな、はい、あ、あの、まあ、確かに、ね、やってるうちにその、まあ、何戦なのか、そのどこまで来てるのかっていうのは、まあ、どうでもよくなったりはするまあでもその、まあ、対局が続くのは本当にありがたいことなので、はい、まあ、うーん、まあ、なので、まあ、1局ずつやれたらいいなというだけで、いや、でも確かにその分かんなくなりますね、正直。いや、本当体調だけはね、あの、はい、両対局じゃね、気をつけていただきたいんですけれども、一力さんは、はい、あの、本来は、本来はちょっとあれですけれども、の実はあの阪急囲碁祭りのね、本当あのシークレットゲストだったんですよ。あ、そう、はい、それがあの OC 杯の決勝に行かれて、それでこう嬉しいのか残念なのかっていうので、はい、あの関西のファンは夏ね、一力さんに会えずじまいだったので、今日ね、こんなところでね、皆さん、このね、はい、本当にあの来ていただくなんてね、はい、あの、本当にサプライズの、皆さん喜んでられると思いますけれども。ねはい、確かあの8月14日でしたか、30日の祭りが、はい、ちょうどその大支配の第2局と出まして、はい、はい、あの、ちょっと祭りの方には参加できなかったんですけれども、まあ、今回こういうふうに大阪で対局することができて、はい、はい、ね、嬉しく思います。東京でね、おめでとう会ね、ありましたから、はい、関西でもね、ぜひこちらでも、はい、あ、山田達也にもぜひちょっと、もうあの急遽トークショーさせてもらってます、はい、お疲れ様でした。マイクはありますでしょうか？あ、もう立ち会いなんで真ん中、いやいやいや、真ん中にお願いします。あ、どうぞ。いやいやいや、はい、あの、立ち会いはどうでしたか、はい、その、どんなお仕事されるのかね、立ち会いのお仕事とは、ま、とにかく、あの、対局者の邪魔をしないようにということを考えて、はい、あの、あまり前に出ないように、はい、と思ってやってました。で、まあ、とりあえず、まあ、何事もなく問題なく終わってくれればいいなと思いながら、まあ、どちらが勝ってもいいなと思いながらやってました。5分ぐらいこう、ね、ずっとこう、はい、いないといけないというか、はい、そのあた、はい、りはこうどんなこうお二人の
雰囲気と言いますか。あの時は本当に毎曲あの息が詰まりそうというか、あの一番しんどい時間ではあります。それでまああの、始めてくださいって言うんですけども、はい、しばらく声出しないので出るのかどうかっていうのがすごく不安で。あのねちょっとああって言えない。そうでなんか結構唾飲み込んでとかしてあの。ちゃんと言えるかなとか。そうなんですよ。あとあの今の電子機器とかね、はい、預からあの預けたりもしないといけないですし、ちょっと聞いたところによるとのもしその1日目の終わってから散歩とか外に出たいときは一人では行けないというご約束ごとになってるんですか。そうですね、まあ、規制によっても多分違うと思うんですけど、はいはい、やっぱり最近は外出とか厳しくあの規制されているので、はい、ね、あの出てないと思うんですけど、そういうこう疑いをあの外部の人と接触とかね、でその場合はあのどうしても散歩したいっていう方はどうなるんですか。まあ僕かあの関係者のがあの一緒に一緒に行けば大丈夫ということなんで、はいはい、5曲目以降ね、あの一緒誰かあの外に行きたいって言って、はい、じゃあに困らせて。そうですね、ちょっと考えておきます。ちょっとやっぱり外にね空気吸いた人も必ずいますし、うん、普段散歩を日課とされてる方はやっぱりリズムもありますので、普段はどうなんですか、その囲碁以外でこう運動とかどんなことされてますか。散歩は好きですよ、はい、結構コロナ禍の時とかは割といろんなところに、まあ、都内ですけど、はい、行ってます。海遊館に行かれたみたいな。あ、そうですね。よくご存知で。海遊館の話しましょう。海遊館で、はい、何かお土産とか買われたんですか。お土産は買わなかったですけど、あの初めてだったんですよ、行ったのが海遊館、はいはい、人が多かったですね、本当。はい、すいません、本当普通のトークになっちゃいましたけど、大丈夫です。なんか大阪来たらここいいよっていうおすすめありますか、大阪の方たち。今度ここ行けばいいですよとか。はいはい。道頓堀の観覧車。ああ。道頓堀の観覧車。ドンキホーテ。ドンキホーテ。あ。ドンキホーテの。へえ。縦長の観覧。縦長の観覧車。をぜひ人多そうですけど。はいはい。知っておりました。はい。はいはいはい。三鷹公園のニフレ。あ、おお、水族館です。それは。あ、ニフレルね。はい。それはね、飛行場からモノレール乗ったら結構近いです。あ、浜公園です。はいはい。はい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 。道頓堀にある安井道頓の石碑、あの安井さん家のいとこ。あ、そうなんですか。そうですね、道頓堀の方ってあんまり行ったことないので、ちょっと今後、はい、話すとその、はい、ぜひ含めて行ってみたいと思います。はい、島野さんもぜひ。はい、はい、あのまた後で教えてください。覚えれなかった道頓堀です。じゃあ抽選会させてもらいましょうかね、今から。はい、どうし、はい、じゃあ、はい、ということで、はい、感想戦もありますので、もう大丈夫でしょうか、お二人ね、ま、もうちょっと聞きたいということなど。はいはい、お二人聞いたんですけど、はい、こう休みの時とかね、カラオケとか行きはるのかな。お箱があるのでちょっと聞いた。お箱、カラオケの得意な。はい、名人からお願いします。はい、あのカラオケは、まあ、最近はあんまり行かないですけど、まあ、行きますね。で、歌子は宇宙戦艦ヤマト。もしカラオケ行かれたら、どういう方とよく行かれますか、メンバーとして、囲碁棋士だと。いや、でもまあ、いろんな方と行きますけど、まあ、基本的にはまあ年が近い方と行きますし。例えば。いやでも最近行ったのだと城内くんさんとかとも。全然年違うじゃないですか。城内くん先生と二人で。まあ、ほぼ二人みたいな。城先生は何を。張先生はなんか、いや、わかんないです。昔の歌を歌ってる。昔の恋人に送る歌を歌ってくださって。すごい感動、感動しました。だそう
そうですね、いいあのお話聞けました。はい、一流さん、はい、そうですね、はい、あの、まあ、僕たまに一人で行くことがあるんですけど、一人で、ね、はい、あの人、そうですね、他の人と行くよりね、こう一人でたくさん歌いきれるので、もう歌ってる途中に曲入れたりしてますね、次の曲入れたりして、もう、はい、時間もったいないから。そうですね、もう、はい、1時間でもう15曲くらい歌うので一人で、はい、もうひたすら曲入れてみたいな。ちょうど昨日ね、小西くんが記録の一人でカラオケ行けないって言ってたっけ、はい、それあどういうしたら、どう一人でカラオケ、どうしたらいいですかね人からのアドバイスですか、どうしたら、最初はでもね、一人でカラオケ行くの、そうですね、最初から行けてました。僕はでも割とまあ一人でもう大丈夫なタイプなんですけど、あまあそれぞれ多分好みとかあると思うのであまり調整はしないですけど、はい、結構いろんな曲歌いますね、まあ、最近の曲とかも、はいはい、で、まあ、あのさっきちくん先生の話ありましたけど、韓国に行くとそのちくん先生の、まあ、カラオケというか魂の叫びというのを間近で、はい、あの聞くことができるのは、まあ、あの多分騎士なら一度は通ってる道かなと思いますね、はい、ね、あの本当にプライベートのお話もいろいろありがとうございました。本当に2日間ね、お疲れ様でした。ありがとうございました。今回の人が第6年間の運転が続きますので、全部続きますので、どうかあのお体お気をつけて、またあの対局楽しみにしております。本当にありがとうございました。